三島修造と言いなさい。三島修ちゃん？え？親の借金から無理やりヤクザにされた友達の三島修ちゃん？え、いや早く三島修造と言いなさい。大きくなったらまた会おうって約束して泣きながらお別れした友達の三島修ちゃん。うん、無理。この状況じゃ殺せない。三島修造とこの人は会わせてあげましょう。でも次こそは殺します。井上隆と言いなさい。井上隆ティン？え？学生全員からいじめられていた俺を一人で助けてくれたタカティン？え、いやだから早く井上隆と言いなさい。てか学生全員からいじめられてたの？いじめから守ってくれたけどタカティンもいじめられて転校して助けてくれた俺も言えなかった井上隆ティン？うん、無理。タカティンにお礼を言いましょう。井上隆とこの人は会わせてあげましょう。きっとタカティンも会いたがってるはずだわ。やばいわね、まだ一人も殺せてないわ。次こそ確実に殺させてもらいます。沢渡茜と言いなさい。沢渡、もしかして。いや、なに？もう同級生とか友達なら間に合ってますからね。聞き入れませんよ。その子は18歳くらいの女の子で、髪は金髪、目は少しつり上がってる女の子のお別れですか？そうですけど。俺の生き別れた娘だ。いや、やりづらい。よかった、生きてたんだな、アカネ。うん、会いましょう。アカネちゃんとこの人は会わせましょう。もう次は絶対に殺します。誰の意見も聞きません。三島修造と、その声、マキマキ。え？どうして私のあだ名を？やっぱりその声はロングヘアだった。マキマキだ。どうして私がロングヘアだったことも？俺だよ。小学生の時に同級生だった。え、嘘、懐かしいわ。一緒に午前2時に天体観測行ったよね。そうそう、懐かしいわ。いや、殺せないでしょ、この状況で。この雰囲気で殺せないでしょ。マキマさん、もう終わりましたか？ここで私ができることは終わりました。マキマ様、ありがとう。マキマ様、ありがとう。マキマ様、ありがとう。マキマキ、ありがとう。いや、何も終わってないですよね。そうですね、市場を挟むのはよくありませんね。三島修造と言いなさい。修ちゃんに会いたい、修ちゃんに会いたい。ほれ、三島修造。父の名前は三島春一。母の名前は三島千代子。うん、本人の名前だけでいいのよ。井上隆と言いなさい。タカティンに謝りたい。ほれ、井上隆。別れる時に借りたスパイファミリー4巻だけどぶっ壊うに売った、ごめん。うん、名前だけでいいのよ。あと謝りたかったの、それ。ここで私ができることは終わりました。あ、目隠しするの忘れてたわ。俺、首かな。